はい、どうも皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。東京のヘビです。メタルギアソリッド5実況プレイ、メタルギア生活やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ今回は何をするのかというと、まずはこちらをご覧ください。はい、こちらですね、モロトーク怪物ライフルです。でこちらはメタルギアソリッド5におけるまあ最強の武器ということでですね、開発の方も非常に時間がかかるわけですよ。 FOB をこうコツコツとね増設していかなければいけないんですけれども、その増設をしない限りはまあ作れないんじゃないかという武器なんです、そもそもが。なのでやり込んでくれた人どうぞという武器なんですけども、まあカスタム等は不可能で、作るにももうとんでもないお金がかかります。さあそしてこの作戦に持ってく際にですね、出撃コストの方もものすごくかかるんですけれども、まあ私がまあ3年近く前にメタルギア生活を始めた時、このモロトークを頑張って作りたいということを言っていたんですが、今回晴れてですねこちらを開発することができました。なので今回はこちらのモロトークをね、どれだけの威力なのか、どういう使い勝手なのかというのを試していきたいと思います。はい、こちらですね、装備画面の方、まあ別に何かのミッションをやるわけではないのでまあいいんですけども、一応全部ランク1の方を持ちまして、そして主にこちらの今回作りましたモロトークの方を使っていきます。見てください、使用コスト GMP、 もう額がねで素材の方もこの素材量ですよ。なのでもう毎回ねこのモロトークを使うということはもう正直できない、まあ、私に関してはこのモロトークを作ると言ったことだけでもほぼゴールなんですけども、まあ、作っただけで、まあ、どういう感じか遊ばないのはねもったいないので、今回はこちらの方をしっかりと遊んでいきたいと思います。じゃあできれば朝いきます。これですね、初構え、まあ、初めて撃つのはちゃんと何か目標に対して撃ちましょう。銃口の部分のこの形もいいですよね、 T の字になって。それでどこかな、ここはあれ、チュートリアル拠点に行こうと思ったんですけど、あれハニービン議長のところ来てますね。おやおや、ここはどこ？おっと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 と、なんか始まってますよ、危な。今ねここに誰かいるぞ、なんでって思ったんですが、あら天才なん、うぃー、セロ、はい、敵のスナイパーだ、伏せていれば敵をやり過ごすことができるはずだ。あー連れて帰りたい、ちょっとそういう遊びじゃないんですけどね今回は。あれ天才、了解しました。じゃあちょっとここがね今日の決戦の地になりそうです。あわい天才、どうするこの人が天才、えどうすんの、あーやばい、ボルトアクションなんです。
だ。ちょっと待って、ちょっと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 、危ない、ちょっと逃げよう。こんなはずじゃなかった。こんなトラブルはいらないんですよ。モロトークの使用を楽しみたいだけの回ですからね。そしてちょっとびっくりしたのが、これサプレッサーなんですね。まあ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 、あの銃口にしてはちょっとおかしな形をしてるなと思っていたんですけど、まさかサプレッサー対応だったとは。案外使い勝手はいいのかもしれないですね。まあただ使用コストがどうしようもないんで。だから最初の彼を撃った段階では気づかれてなかったっていうことなんですよ。これでもう私の位置はバレてないんじゃないのか。ここにね、一人構えてるからいつもの戦法で突っ切ることはできないんですけども。何、これは強いよ。これはガンガン攻めましょう。平和。そいつがターゲットだ。え、ああ、はい。だってもう平和ですもん。ただ彼がね、警戒態勢になると視力がアップしちゃうので、できるだけ近づいてみましょうか。自力でね。マーキングつけてる人が櫓の上にいるんですね。ただよし、 OK。 彼さえ回収してしまえばどうということはない。よし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 。よいしょ、あー、おいで。さあこっち来い、さあこっち来い。聞かれちゃうんでね、しっかり移動させて、はい、これモロトークを試したいって言ってるのに回収しなきゃいけない天才がいるとどうすればいい。回収する、了解だ。これで警戒態勢に入ってしまいましたが、どうか。いいの、あいつが降り、あれ、回収対象、あ、違うぞ。こっち来ましたね、回収対象。了解、回収する、お願いします。よいしょ。さあこれでまずはミッションを完了させて、あと矢倉くんとその下に2人いるんですけどね。受け取った、あとは任せ。こっち見てない。矢倉くんはこっち見てるけど、あーっと、そういうことか。よいしょ。あれ、まさか天才撃った、あれ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 、天才撃ったかな。よし、了解だ。
いやー、まさかサプレッサーがついてるとは思わなかったので、モノトーク、まあまあ全然無理でしょと思っておりましたので、あんまり情報を調べてなかったんですね。ちょっとサプレッサー付きだっていうのは嬉しい誤算ではありました。まああとは威力がねマックスということもありますので、最強の対物ライフルですから、まあ、できれば戦車に対して撃ち込んで、まあ、何発で壊せるかとか、対物ライフルですからね、そこら辺をちょっと検証したいなと思ってるんですけど、近場で、まあ、近場というかちょっとアフガンで戦車が出てるかどうか確認してみたいと思います。結果的に戦車を倒すまで7発撃ちましたね。もう今までの私が使ったサーバルちゃん対物ライフルの方が強いんじゃないか疑惑が出てるんですけども、ただうちのダイヤモンドドクトのルールとして、私のこだわりなんですけどね、あのどんなに強くカスタムしたとしてもランク5で止めてるんですよ。6、7、8って追加されたランクにはせずに、まあ元々用意されてた強い、まあ、ランク5ってことですよね。でこちらカスタムできなくてランク9あるので、これで7発どうかなっていうところは正直あります。ただ、まあ、メタルギアソリッド5を楽しんでいるボスの方たちであれば、一応こういう強いよというね対物ライフルが用意されておりますので、道のりはかなり長いと思うんですけども、まあ、コツコツやっていけば必ず、まあ、いつか作れる、まあ、そういう難易度になっておりますので、まあ、ぜひとも作ってみてはいかがでしょうかというところで、今回のモロトーク動画はここまでにしたいと思います。まあ、しかもねカラーが黄色っていうのがいいですね、私的には。それでは動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回のメタルギア生活もよろしくお願いいたします。どうも皆様こんにちはこんばんは、おはようございます。東京のヘビです。以前に挙げましたモロトーク対物ライフルの動画、本当にたくさんの方からご視聴いただきました。ありがとうございます。新たにメタルギアが大好きなボスたちと出会うことができて、あの動画を撮ってよかったなと思いました。そしてですね、あの動画コメントの方もたくさん書き込んでいただいているんですけども、その中に一つ気になるコメントがありました。そのコメントはこちらです。対物ライフルを生身の人間に打ち込む。いや、違う。これじゃない。ごめんなさいね。こちらでした。はい。いいですよ、別に。可愛らしい間違いじゃないですか。はい、こちらです。普通の人間より、スカルズで威力と性能を確かめたい。こちらのコメントを読んだときに、あ、確かになるほどなと思いました。あのモロトークの動画自体、長い年月をかけてやっとモロトークできたんだというその満足感で本当は終わっていまして、ただせっかく作れたんだから1本ぐらい動画に思い出として残しておきたいなということで、軽い気持ちで撮った動画だったんですね。なのでここまで深いことは当時は考えられませんでした。なので今回こういう要望をいただいたので、早速
スカルズで試していきたいと思います。はい、それではですね、モロトーク単体で検証するのではなく、サーバル対物ライフルと比較して見ていきたいと思います。グレードは7のサーバルを使います。ちなみにモロトークのグレードは9です。グレードはモロトークより低いんですけれども、こちらは連射ができますので、この2つを比較していきましょう。はい、最初のスカルズ戦ではですね、サーバルでもモロトークでもどちらも一撃で終わってしまいました。なので別のスカルズの方で検証していきましょう。姿を消す。クワイエットと同じだ。マークを外されてはどこに潜んでいるかわからん。警戒を怠るな。練習を全滅させたのか。すごいなボス。あいつらも報われるだろう。はい、まずはサーバル対物ライフル、こちらは胴体もヘッドショットもどちらも2発という結果でしたね。ヘッドショットの場合はもう本当にギリ瀕死まで追い込むことはできたんですけれども、一発で倒すことはできませんでした。なので胴体でもヘッドショットでもどちらであっても
2発使えば倒せるという結果になっております。ここで少し差が出ましたね。モロトーク、こちらはヘッドショットであれば即死でした。一発で胴体であっても、まあ、瀕死という感じですね。まあ、どちらにしても2発必要なので、まあ、ヘッドショットを狙っていく分にはいいんじゃないかなと思います。サーバル対物ライフルではアーマーを込みで胴体撃ちしまして、だいたい4発で倒せるという結果です。モロトークではアーマー込みで胴体打ち3発でスカルズを倒すことができました。はい、以上がですね、サーバル対物ライフル、そしてモロトーク対物ライフルの比較となっておりました。モロトークに関して必要なのか必要じゃないのかということがかなり議論されていましたので、ここではあくまで私の個人的な答えを言いますと、装備としてのモロトークは必要ないといった答えですかね。ただこのゲームとして求める目標としてはモロトークは素晴らしいんじゃないかなと思います。かなり長い道のりにはなりますが、ぜひともゲームをやる上でのモチベーションの一つとしてモロトーク目指していただいてもいいんではないでしょうか。それでは長くなりましたが
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回もまた他のメタルギアの動画でお会いいたしましょう。さようなら。さて2020年もはや誰も実況も生放送もしてないメタルギアソリッド5、今日もやっていきますかね。このチャンネルが存在してる限りはいつまでもメタル、あれ誰かコメント書き込んでくれてる。今まではほとんどコメントが来ることもなかったんですけども、最近はコメントを書いてくださる方が増えまして本当にありがとうございます。自分も気になってたので嬉しい、ありがとうございます。嬉しいコメントですね。これは以前モロトークでスカルズを倒す動画、サヘラントロプス、確かにそうですよね。まあスカルズもっていうんであれば、まあサヘラントロプス、まあボスですしね。確かにそうだなって今思いました。はい、でもどうですかね、もうモロトークの動画2本撮りましたし、もう皆さん興味ないのかなってはちょっと思うんですね、私はね。まあ私ももう2本撮ったから撮れ高的にはもう、はい、わかりました、はい、わかりました。じゃあちょっとお話しします。こちらのモロトーク対物ライフル最強の武器かっこ笑いかっこ閉じ、こちらなんですけれども、私ももちろん気に入っていますよ。見た目も好きですし、対物ライフルも好き。そしてなんといってもこの黄色、この YouTube での私カラーになってますからね。でもなんといってもこの使用コストです。 GMP はともかくとして、マイナーメタル、プレシャスメタル、たった1回の出撃でこれだけの量を要求されるんです。ただいま私は絶賛マザーベースを増設中でして、とにかく資源がいっぱい必要なんですね。そちらに最優先で回さなければいけない。そのために毎日毎日資源コンテナマラソンをしているわけなんです。なのでこういうコメントをいただいて本当に嬉しいですし、まあ、気になるからやってくれよヘビと言われるんであれば、まあ、全部やってあげたいんですけどね。もう他にモロトーク動画撮ってますし、まあ、ちょっとダイヤモンドドックスの経営上厳しいので、今回のリクエストだけは本当に申し訳ないんですけれども、ちょっとやれない。やりますけどね。
モロトーク大仏ライフルでサヘラントロプスと戦ってきました。今までの私はサヘラントロプスと戦うときはほとんどミサイルで戦ってしまうということが多かったんですけれども、大仏ライフルで戦うとどういった感じになるか、それは想像がつかなかったので、この撮影の中には入ってないんですけれども、一度サーバル大仏ライフルの方でも戦ってみました。ただそちらはですね、かなり時間がかかりまして、これはモロトークでも時間がかかるなと思ったんですが、意外に私の予想に反して早く倒せたのかなとは思います。ただそうですね、モロトーク大仏ライフルがサヘラントロプスの攻略に向いてるかというと、まあ正直プレイした感じでは、まあ向いてはないかなとは思いますね、正直な感想では。まあミサイルで撃っている方がいいんじゃないかなとは思います。サヘラントロプスには弱点の部位がありますので、そこをこう見事にスナイプできる人はいいのかな、もしかしたら効率がいいのかなとも思うんですけれどもね、まあ、ミサイルで撃ってしまえばその部分も巻き込んで一気に破壊できますから、まあ、やはりミサイルの方がいいのかなと。久しぶりの戦闘なので、まあ、私のプレイは今回かなりグダグダになってしまったというのもあるんですけれどもね、まあ、それを踏まえての感想です。それでは今回は視聴者様からコメントでいただいたリクエスト、モロトーク大仏ライフルでサヘラントロプスと戦ってほしいという動画になっておりました。チャンネルを登録するだけではなく、いつも動画をご視聴いただいて高評価、さらにはコメントを書き込んでくださる皆様、本当にありがとうございます。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ヘビよ、今回君を呼んだのは他でもない、君に遂行してほしい任務があるからだ。でしょうね、そうじゃなかったら収録のスイッチは入れないですもんね。ヘビよ、収録の裏側の話をするには君の悪い癖。わかりました。今回君にやっていただきたい任務はこちら。そう、モロトークだ。いや、モロトークはもう3本撮りましたし、しっかり完結しましたんで、もういやいいでしょう。モロトークの動画をもう一本やってもらいたいんだ。何をやるんです、逆に。もうすでにスカールズとも戦って、はい、サヘラントロプス、はい、ボスっていうボスとも戦ったんですよ。ちなみにクワイエットは仲間なんで、はい、あやりませんよ、クワイエットとは。クワイエットではない。え、じゃあ誰ですか。もういないんじゃないですか、メタルギアソリッド5でボスというボスは。ヘビよ、はい、いいか、うん、それではこちらのコメントを見ていただきたい。どちらです、編集前なんだろうな。これです。画像が見れないんですけど、どれ。え、これガチのやつじゃん。いや、そうですよ。仕込みとか今までそんなことやっていたんですか。やらせをやっていたんですか、このチャンネルでは。いや、やらせをやるような動画を撮ってないんでね。なぜコメントを読んでいないんですか、東京の蛇。おかしいじゃないか。本当にいつも全部ちゃんと読んでます。チャンネル登録、高評価、コメント、皆様本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。モロトーク関係のコメントは本当にたくさんの方からいただいたので、はいはい、ちょっとまとまってバーって何件も入ってきたコメントは見落としていたかもしれないですね。実際こうやってモロトークの動画を撮ってほしいと言っている視聴者の方がまだいるんです。いらっしゃったんですね、嬉しいですね。そうです。なのでただ、はいはい、もう4本目となるとさすがにもうほとんどの方がね、もう飽きちゃってもう見たくないと思うんですよ。どうしてそんなことを言うんですか、東京のヘビさん。東京のヘビ、まだなかなかキャラクターが固定されませんね。フォックス大佐のたった一人でも動画を見てくれる人がいるんだったら、その人のために動画を作るって。そうですよ、ずっと君は言っていたじゃないですか、はい、いや作りますよ。そうでしょ、うん、もうその気持ちは残ってないんですか。いや残ってますよ、作ります。ではヘビよ、モロトークの動画、赤ヘリ赤戦車作ってくれるんだね。いや、モロトークはごめんなさい。なんだって。モロトークだけはもう本当にもうごめんなさいっていう。
あの3本で終了させていただきたいという気持ちがあります、私の中で。いやでもあと赤戦車と赤ヘリなんですけど、基本的にサイドオプスで出てくるんですが、実際問題今私のマップ上では出てないんですよ、そのミッションを。だからそのミッションを出そうとしても、まあ、数時間、まあ、下手したら数日かかってしまうかもしれないし、それは頑張って出しましょう、まあ、そういったもろもろのことを考えると、まあ、他の動画を一本でも早く撮った方がいいんではないかなと私は思っているんですが、モノトークの動画を撮ってほしい。やってくれるね。やらない。やるんだヘビよ。やらない。やりますか。やりません。やりますか。やります。
闘ヘリだ。伏せていれば敵をやり過ごすことができるはずだ。
はい、それではですね、今回視聴者様からリクエストがありました。赤戦車そして赤ヘリ対決してまいりました。今回紹介させていただいたコメントは一つだったんですけども、 YouTube と Twitter 合わせて他7件ほどこの戦車とヘリ関係試してほしいというコメントをいただいておりましたので、その全てのコメントを合わせた結果、今回のこのような動画にさせていただきました。そして4本やってまいりましたモロトークシリーズですね。このシリーズは今回の4本目をもちまして最終回とさせていただきます。モロトークシリーズを通してですね、新たにこのヘビチャンネルに遊びに来ていただけるようになった方がたくさんいらっしゃいますので、私としてもかなり思い入れのあるシリーズとなっていたんですが、まあ、他にもこの東京のヘビチャンネルはですね、メタルギアのシリーズがいっぱいありますので、今後はそちらの方を楽しんでいただければなと思っております。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回また別の動画でお会いいたしましょう。さようなら。はい、OK です。お疲れ様でした。すいません、ありがとうございます。わざわざ参加してくださって。いやいや、こちらも本当に楽しかったです。また自分によければいつでも呼んでください。いや、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それで自分一つ気になってるんですけど。何でしょう。はい、ヘビさんこれ見ました？最後までご視聴いただきましてありがとうございます。少しでも面白かった、暇つぶしになった、そう思っていただいた方はチャンネル登録、高評価するかはお任せいたしますので、ぜひとも東京のヘビの動画をもう一本ご視聴いただけると嬉しいです。それでは次回また別の動画でお会いいたしましょう。